はい、ということで今回は寿司大食い対決ということで、はい、もう時間が結構回っちゃってるので早速始めたいと思いますけど、30分いいですか。いや、30分じゃないです、もう限界です、限界ぐらい、はい、じゃあ自分で目いっぱい、目いっぱいで、はい、どれだけ食べれるか、じゃあ、はい、いきます、よーい、はい、いきます、いただきます。パシュパシュパシュ、うん、別に早食いじゃないんだけど、うん、寿司はちょっと焦げてますね。サリがダイさんはサリがデザインですよ。サリがデザインですね、結構デザインがデザインです。ちなみに一皿は、15貫ずつ乗ってる、15貫ちゃんと重ねてみるか分かる、はい、はい、何があるの、お腹、シャリでお腹いっぱいになってた、うん、見分けもしたくなっちゃった、うん、でもね、お店のサービスとかさ、ね、考えれば別にいいのかなと思って、むしろディスペクト、ディスペクトになってる、ディスペクトになってる。でも、缶に噛みまくってんのよ。なんでだ、マジで飲みますよね。一回噛んでるの、どうですか、かわいいよ、めっちゃ大もう本気っすね。でも動かないで、シャラップつけよう、見てたから見てねえかもしれない。菊池さんは今まで何皿ぐらい最高に食べたことあるんですか。多分最低限で40とか50ぐらい、40、50、うん、結構出ますよね。あ、もう高いな、結構高い、マジかよ、めちゃくちゃ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 、早いんだから、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。これでかいな、サリナカメさん、ちょっとシャリでかいですよ、最高ですよね、これ3000円に食うの結構大変な気がしてますよ。一皿で15ってやるとかないと食べられなくなったら、ちょっとじゃダメです。これで自分が今2周目です。15だから60貫とか、まあ、30皿ってこれで、まあ、食べてないけど、はい、最高11皿とかなんですよ、はい、うん、はい、今まで作ろうか。すいません、すげー、いろいろ食いたいんだよ。はい。お稲荷さんも来ました。ああ。おお、お稲荷さん来ましたね。15数ですよね、これ。15、15。はい。オッケーですね。はい。2周目です、菊池さん。行きます。行きますね。バッテリーの芯も流される。なんか13ぐらい、12個半か、12皿半ぐらい、あ、でも普通のスキャラとはもう20皿ぐらいですけどね。お腹たまりますね、これ。はい、今日たまらない、余裕、いや、余裕ですけど、たまってきてますね、わかります。まったな、歯応えあるけどダメだな、
そうですね、確かに。お腹が空いたら、食べたら。確かに。これが15。すごいね、エビがないんだ。丸先輩、2周目です。納豆にしろ。で、基本的に今、店員さんに聞いたら、職人さんに聞いたら、ご飯はどれも同じ量だって機械でやったってやってる。はい、いやグラム数聞こうかなと思ったんですけど、やべで多分グラム数僕いただいたもんで、私が言えば教えるそうなんですか。あ、これ言うてる。マル先輩が普段、店の店員さんをナンパしてたから自分がこれ3週目です。30、33だから90巻目か。はい、あーゲーム揃えてもらってる3週目よし、3週目すごいすごい。はい、3週目です。3週目です。結構もう腹の中は7割ぐらい。7割いってる、すごい。まだいける、すごい。食べたわ、しかいけない。すごい、肉が食べれるわ。見た目通り。俺、菊池さんの、なんだろう、そんな食えると思ってなかったんですよ。ぶっちゃけ言うと。見ましょう。お、すげえ。行きましょう。もう、ショッカーさんと立球地だ。そうですね。同じですか。同じですか、ちょっと自分の中に出てる。早いもん。いいわ。また言い訳するけど、はい、言い訳がなくて、逃げ道つくとはあるんだけど、この中で。はい、だったらもうやらなくていいんじゃんってね、もうツッコミ入れても入れられてもいいぐらい。入れなくても、寿司米は美味しい。寿司米は美味しいですか。うん、もうだから俺行ってるとこっていうのはやっぱ限られてるから、はい、こことはここ。はい、それ以外の寿司屋って、あんま行かないんで。寿司米って沼津子さんってやつだよね。あ、そうそうそう。はい、特定のね。いや、昔あ、でもこれ思ったのが、自分は嬉しいのが計算ができるのが嬉しかったです。 20g で100貫食べたら2キロなんですよ。米が2キロですね。それでこれが10だとしたら3キロ100貫食べれば3キロでいったら重なるな。そう、すごいすごい。電車もめっちゃ焦ってた。これごとどうするやべえな、結構溜まってきた。溜まっちゃってやばい、結構溜まってきた。やべえ、いきなり来た。あれで置いちゃったから、置いちゃったから。うわ、27杯ぐらい、だいたい食べ始めたから。え、なんだろうこれ、めっちゃ効けるんだけど。これ重たいよ、ここ。あのね、20g よ。はい。なんか、いきなりガッとってきます。きますよね。いきなり来た。やばいんですけど。なんかね、ネタの重さは納豆巻きとかこういうところ。あとは大体一緒だ。あ、本当ですか。こういうところが、ネタの重さが多い。で、あの、ネタとしては重量がある。へぇ、チョコミントソフト、めちゃめちゃうまそう。やばい。チョコミントソフト、うまそうだ。これ上原、別にこれはあれですよね。ルール的に OK ですよね。ちょっとなんか味変っていうかプラスになっちゃってるだけだから。はい、そう。味変ありだからな。
はい、まあその前に競争からも外れてますよね。いやいやいや、絶対ちょっと絶賛戦闘中ですよ。普段は6枚ぐらいしか買わないんですよ。はいはい、言ってましたね。キムさん今どうですか。うまっ。すげえうまそうに見えます。いや、寿司の感じで、最初は、はい、最初は、はい、すげえ美味しかったんですけど、はい、だんだん、はい、なんか、まずいなって、いや、途中で。いや、リアルな感じで、何言ってますか、はい、いや、もう、何の職人でもそうなってるのか、そうですか、はい、今、風俗行って、はい、同じ人を何回も指名してる気持ちいいなって、最初いいなと思って、慣れてきたんで、ね、違うネタも食いたいな。4周目の10個だけ取りいった。だから全部で100か。結構やばい。後で計算してみる。シャリは 20g。 ネタは今出してもらうから。ありがとう。はい。ダメっすよ。菊池さん、それなんすか。これね、ラーメンスープです。スープだけ行きます。結構来てるんで。わかりました。ああ、そういうことですね。味変も含めて。うまいです。4周目終わりました。おー、すげー。4周目終わりました。おー、すげー。今90巻。すげー。しかもこのシャリ大きいから後で計算します。これで 100g プラスだから、これで、いや俺 何をしてんのかって言ったら、いや 3kg 目指そうとしてて、なんかこれ後悔しそうな気がしたからちょっと足してみました。計算したらまだ分かんないですけど。なるほど。はい、どうですか木越さんは。はい、まだ時間あるでしょ。あと10分少々。ラスト5分にかけてますからね。いいですね。ラスト5分で今辛さでいくみたいな。はい、今90皿ですね。そう、あ、90皿じゃない、90巻ですね。90巻。はい、早っ。声があと5分で、マジで早っ。早っ。樋口さんはもう多分いかないですね、これ。いかないっす。正直言って5、4、3、2、よっしゃ、じゃあ頑張ります。10秒。うおー、気持ち悪い。すげー、すごすぎる。全部でやった105。はい、ということで今1時間半でしたっけ。そうですね。はい、終わりました。はい、じゃあ上原からの枚数は何枚でしたっけ。僕は30巻15皿。はい、でも今までで、ね、最高ぐらいの形だよね。まあ、うん、そうね。先輩は60だから58っすね。58巻。最後でした。はい、58巻。58巻。どうでした。ちょっと見てないかな、俺には。じゃあもう、スタミナ太郎さんは。いい言い方変えましたね。ちょっと見てないかな、はい。嫌いじゃないけど、好きだから。はい。はい。90巻です。はい。もうお皿残ってますからね。残念ながら、ちょっと最後の最後でも、はい、残り30分全く買えませんでした。はい。残念です。はい、今回あのね、ミリオンチップなんか
代表で来てるってことですね。そうですね、はい、いや代表すごいと思います。ちょっとでもなんか恥ずかしいのでちょっと鍛え直して、あまたやりましょう、またやりましょう、またやりましょう。実力感じたんですよ。はい、ありがとうございます。初参戦ってこんな来るんだよ。頑張ります。しかもし、はい、俊太、はい、自分は今、丸先輩の最後食べさせてもらったんで105。はい、すごい。いや、なんか後で重量計算するのがちょっと楽しみな感じ、ちょっと怖い感じもあるけど、3キロ食べれたら嬉しいんですけど。でも本当顔色悪いね。いや、結構お腹いっぱいですもん、だってパンパンですもん。顔色悪いでもそれってめちゃめちゃ褒めてくれてる感じですね。青い、はい、というわけで、ナックルズさんとの、コラボということで、はい、お送りありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。お送りチャンネル。